ヌメロ東京セブン月号特装版の裏側。ファンが見た究極の美と魅力。翔くんの美しさは魔法か。舞台裏映像に隠された真実とは。物語はヌメロ東京の7月号特装版の舞台裏から始まります。表紙を飾ったのは驚異的な人気を誇るナンバーアンダーライン愛。その背後には撮影を通じて見られる驚くほど美しい姿と、 その舞台裏に隠された魅力がありました。公式 YouTube チャンネルでは、撮影の舞台裏映像が公開されており、これに多くのファンが熱狂しました。ファンからのコメントは、舞台裏の3人の様子を見ることができて幸せ、3人ともかっこよすぎでは翔くんの佇まいが美しくて、アートなお顔すぎる、といった翔さんの声で溢れています。翔くんのブロンドのふわふわヘアと、 その外国の子供のようなスタイリングは特に注目を集めました。彼の筋肉流々な腕は一見すると過剰に大きく見えるはずなのに、どんな衣装を着てもほっそり見えるという魔法のような魅力がありました。その結果、多くの人が彼のスタイリングに先望の眼差しを向けました。神くんと騎士くんもそれぞれの個性を活かし、多彩な魅力を披露しました。 三人ともファッションに対する独自の感覚を持ち、それが撮影を通じて見事に表現されていました。特に神くんは、その王子様のようなスタイリングと目線で見るものをドキドキさせ、騎士くんはその毎回変わる髪型でファンを驚かせ続けています。一方、翔くんはその美しい佇まいとあどけなさを感じさせる表情で、見るものを引き剥がしにしてしまいます。 ヌメロ東京の7.8月号合併版の舞台裏映像に対するファンからのコメントは、とてもポジティブであり、彼らのファッションとスタイリングに対する愛情を象徴しています。舞台裏ありがとうございます。3人とも素敵です。翔くんの佇まいが美しくて、アートなお顔すぎる、といったコメントが続々と寄せられました。翔くんのスタイリングは、特にそのブロンドのふわふわヘアと、 外国の子供のような装いが大きな話題となりました。彼の筋肉流々な腕と対照的に、どんな衣装を着てもほっそりと見えるその魅力は、多くの人々に驚きと感動を与えました。さらに、神くんと岸くんもそれぞれ異なるスタイルでファンを魅了しました。神くんはその高貴な佇まいと、王子様のような雰囲気でファンを魅了し続け、岸くんはその変わる髪型と温かい笑顔で、 多くの人々に愛され続けています。彼らの姿を通じて、ファッションの可能性とその美しさが新たな視点で再発見されました。一つのテーマとして浮かび上がるのは、彼らがどのようなスタイルでも自分たちの個性を保ちつつ、新しい魅力を発見させることができるという点です。その結果として、ヌメロ東京の特集が単なるファッション撮影以上の意味を持ち、視聴者にとっても忘れられない体験となりました。 舞台裏の映像を見ると、彼らの自然な笑顔やリラックスした瞬間を見ることができ、それがさらにファンの心をつかみました。ファンたちは、ナンバーアンダーライン愛の素顔を見ることができて、幸せと感じ、多くの感謝の言葉を送っています。特に翔くんの姿勢や彼の一瞬の笑顔はファンに強い印象を与え、翔くんかきこいい、翔くん美しいというコメントが数多く寄せられました。 舞台裏映像はまた新しいファッションの可能性も示しました。翔くんの以前には見られなかったようなスタイリングや神くんの王子様のような雰囲気、岸君くんの新しい髪型に対する驚きと感動が見られます。それぞれのスタイルが異なっていても彼らは一体となってファッションの魅力を最大限に引き出していました。この舞台裏映像はヌメロ東京という雑誌にとっても大きな意味を持ちます。 ファッションだけでなく、彼らの個性や魅力を最大限に引き出すことで、読者や視聴者に対して新しい体験を提供することができました。このような映像は、ただの宣伝に終わらない、ファッションや芸術の新しい価値を発見させるものとなっています。そして、彼らの魅力はファッションだけにとどまりません。彼らの自然な笑顔や、リラックスした瞬間、スタイリングの裏に隠された努力や情熱を見ることで、 ファンたちの心にも深く響くものがありました。ファンたちから寄せられた感謝と賞賛のコメントは、その証明とも言えるでしょう。全体として、ヌメロ東京の特装版の舞台裏映像は、ファッション誌に新たな視点と価値をもたらすものでした。単なるファッションとビジュアルの美しさにとどまらず、彼らの個性や自然体な魅力、そして努力の結晶を通じて、多くの人々に感動と新しい発見を提供したのです。 この舞台裏映像を通じて視聴者はファッションの新しい一面を知り多くの魅力を再発見することができました続きを楽しみにしながら心が弾むような感動を味わったのですヌメロ東京の公式 YouTube チャンネルでは撮影の舞台裏映像が公開されているこの映像はグループショットからソロショットそして時折見せるリラックスした笑顔まで多岐にわたるシーンを収めている ファンからは、舞台裏の三人の様子を見ることができて、幸せ、三人ともかっこよすぎ、翔くんの佇まいが美しくてアートなお顔、といった絶賛のコメントが殺到しているのはその証拠だ。この映像の中でも特に注目すべきは、翔くんの存在感である。ふわふわなブロンドのヘアスタイルはまるで外国の子供のようで、驚くほど似合っている。ボン筋やひらめ筋、 極太の筋肉流々な腕を持ちながらも、着こなす衣装すべてでほっそりと見せるそのコントラストはまさに魔法であり、多くのファンを魅了している。また、神くんのスタイルも目を引く。王子様のような気品あふれる彼の佇まいはファンをドキドキさせ、騎士くんに至っては、その度に異なるかっこいい髪型で個性的な魅力を放っている。舞台裏映像を通して見える三人の素顔は、 通常のステージやパフォーマンスでは決して見られないものであり、その姿を捉えたヌメロ東京の特装版はファンにとって貴重な贈り物である。特に将軍の美しい佇まいはまるでアート作品のように見える。また、普段着や私服では見られない姿、例えば将軍のほわほわな髪型やエレガントな衣装は特にファン心をくすぐる。ヌメロ東京の特装版はただの雑誌ではなく、 迷子が新たな視点と芸術性を提供するカンバスである。翔くん、神くん、騎士くんの3人は、これまで以上にかっこよさと美しさを更新し続けている。特に翔くんは、あの分厚い胸板をどのように隠しているのかと思わせるほど細身に見せるテクニックは、見事であり、その筋肉美を感じさせない着こなし術は、ファッションの一部として取り入れるべきだろう。はいながらもどこか無邪気さを感じさせる翔くん。 飛行士のような風格を持つ神くん、そして常に新たな髪型でファンを驚かせる騎士くん。三人それぞれが独自の魅力を放つこの特装版は、写真だけでなく舞台裏の映像まで含めて、ファンにとっては見逃せない一冊である。舞台裏の様子を見えることができる幸せをファンは心から感謝しており、初めて明かされる素顔に歓喜の声が上がっている。翔くんがメンバーにいたずらする無邪気な姿や、 ファッションショットでの真剣な表情、どちらもファンにとってはたまらない魅力である。ムメロ東京の特装版は、彼らの多面的な魅力を最大限に引き出し、新たなフェーズを見せてくれている。日常では見られない、特別な瞬間を捉えた写真や映像は、まるで親しい友人が撮ったホームビデオのような温かさと短さがある。そのため、ファンにとっては一層愛着が湧く。